影。お前は勇ましく良い友だった。メイドで待っておれ。こんばんは。それでは今夜もゴーストオブ津島ですね。津島を平らかにしていきましょう。今夜はこちら、いよいよメインストーリーです。結集、ユナ、石川先生、雅子殿、ノリオ、それに賢治まで皆が上学寺に集まった。期待に応えねば。今はユナとはいい、泉千だったかな、港にある藩の砦を攻める策を考えようということで、こちらですね、千の村。ここはなんか猛虎の艦隊が集結してました。偵察に行ったところで、ちょっと神殿の刀を、太刀を鍛えて差し上げましょうか。いよいよ最終決戦に向けて、最後のこの漆までランクアップさせてみましょう。磨き上げましたよ。よし、礼を言う。ありがとう。タカに鍛えてもらいたかったんだけど。これは何ですか？油ですか？油欲しいけどな。すいません、もらっていいですか？大黒殿、ここの守りはお任せ申した。ユナ、ここも人手が増えて嬉しい限りだね。ほんと人増えた。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。藩を殺せるのはこの津島にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策、先生って石川先生かな。あいつは手下を従え港にいるよ。巴の剣があったばっかりだけど、そんなこと言ってくれるとは。藩の隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。闇が味方のうちに立とうっていうのはかっこいい、かっこいい言い方だな。闇が味方のうちに立とう。千の港、泉の港。ごめん、泉だった。全然泉だった。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。神の道、結集。巴、タカ、加わってほしいメンバーが何名もいるが、かがり火台に近づけ、のろしを上げさせるな。蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。本土に渡る前に型をつけるってか。この花って俺の毒の元となる花だ。モコが摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？なんかいろいろ減ってないか。悔やんでない。承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前に藩を止めるほかない。そうだね。藩を殺さなきゃ。騎兵がいた。この対馬で騎兵同士の戦いも見てみたかったな。ここは？攻め入るのは無謀。崖側から回り込む。物見の裏を書くのか。いいね。毒の花がいっぱいあるな。あれ？兵がおるぞ。こちらを気にしてはいないようだ。外ばっかり見てる。まず一人。下には落ちていかないな。ユナはついてきてるね。こっからはいけない。
どこを見ているんだ。この旧兵たちも仮面もつけて相当エリート集団のようですね。あの場所は何だ。花を取ってる、毒を作ってるのか。これがまあ人殿のせいだっていうことみたい。一人こいつは倒すか。オッケー、後ろからも入れたか。ナイス。ユナネ見つかってないか。うん、外にしかいないみたいだ。よし、上がろう。待って、なんすか。敵に見つかった。毒だ。樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。これは止めないとな。津島から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。毒、つまり対馬の民に対しては実験的な感じってことか。海を見よう。ないでおる。ないでおる。風がないってことか。こちらの利になるやもな。船が動かないからか。もうこの船の目指す印になってしまう。合流させないと。敵の艦隊の。二人だけか、心もとないな。あ、ここですね。ありがとう、教えてくれて。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。水鳥がいっぱい待ってるな。敵の船は三隻。他はいないのか。ハーンがあそこにいる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。それでわかるのか。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に支え込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。旧兵が騎兵に囲まれたらまずいですからね。海鳥がこう描いたら嵐が来る予兆なんだ。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ヒヤリは相手方の武器だからね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。島は捨てるのかも。も積んであるだろう。俺の毒も。俺の毒。火の元が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。大風、嵐か。壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。本当に物見だけだったんだな。陣の道結集。ハーンの砦を攻める策を練ろう。帰ってこれた。帰ってこれたのか。そうそう、地頭の心。あの、志村勢はどう動くんでしょうか。なんか増えたな。なんだこれ。上学のかがり火台。未完了。地頭の心？勝てぬ戦かもしれないが、火星があれば、
あるいは城郭中にいるユナと話し、備えの進みを確かめてみよう。確かめてみよう。地頭の心、志村殿の援軍が来るのでは。まさか裁かれる予定だった人道の一人に任せてるわけじゃないよな。贈り物があるみたい。取ってきましょう。いた、ここに。他のメンバーどこかにいるのかな、雅子殿とか。英霊の綿棒？民から敬意を集めていた武士が愛用していた綿棒。ちょっと気になる、こういうひげがついてるのとか。巴の湖面。こういう感じになってたんだ。かつて敵だった腕の良い弓取りが着用していた。結局戦うことは一回もなかったんだが。あれ？これか。おー、かっこいいね。でも色がちょっと黒じゃないからな。今回は友が作った綿棒でいいか。どうしようかな。ちょっと、弓も、長球は前回もここまで育てたんですけど、あれ？これで、これか。マックスではないので、ちょっとマックスまで強化していきます。行きましょう。あ、ごめん。長球をね、鍛えてほしいんですよ。品はたくさんあるんで。今4がこれな、これだから、これ4って読むの。これで、この感じ。楽しみ。行きましょう。天下無双の弓ですよ。いや、本当に間違いないよね。では、片付けのございました。この弓で猛虎を懲らしめてください。はは。ユナね、いい知らせがあるよ。なんだい。策が出たのか。返事がヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。まずヒアリゲットか。だが兵の数が足りん。槍川のものだけではね。お主も藩を葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。陣の道、地頭の心。叔父上に加勢を願い出るのか。叔父上の軍勢は何をやっているんでしょうか。この対馬の一大事。よし、叔父上への文が書けた。さすが文も達者なんだろうな。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。こいつら、おこげちゃんのこと。おお。え、あれ、待って、今までの馬は、今までの馬はっていうか、どれがおこげちゃんだ。君がおこげちゃんだと信じたい。あ、ごめんごめん。なんで？あ、呼べなくなってるな。君がおこげちゃんだ。茶色の馬が旅のお供になる。オッケー。どうどう。怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？え、おこげちゃんなんだけどな。おこげちゃんなんだが、ま、風で行こう。空を裂いて走れ。変更できない。オッケー、行こう。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。あれ、
おこげちゃんはどこ行ったんだろうな。ゆなね。まあ、よくないけど。あららら。おこげちゃんともお別れか。何やろうとしたっけ。忘れてしまった。よし、風。行こう。走れ、風。190メートル。北からって言うから、ここじゃないのか。お？なんだ？綺麗だな、志村城。神殿はどこから？神、何をしておる？思い出か。ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？神、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。この場所か。いやー、思い出すよね、これは。当然思い出す。誰かいるな。側には物見はおらんな。物見はいないけど、誰かいるけど。また冷たくなった。また冷たくなった。お侍が目を光らせてます。味方か？片付けない。そうか。道案内、ユナの手のものか。なるほど。以前は影ちゃんと逃げるだけだったが。無事、おじゅえに手紙渡すことできるか。少年の頃の思い出は、この滝は、おそらく見るだけだったはずだが、今は違う。鷹の鍵縄も使って、スイスイ登ることができる。戻せば、化け物になり下がったと示すだけ。絶対にそれだけはやっちゃいかん。味方だ。志村殿は後ほど主閣で演説されるぞ。士気を高めるためだ。いよいよ藩と刃を交える。主閣はどこだ？荷車の中に隠れろ。よし、隠れる。任意？別に隠れなくてもいけるのか。よし、怪しいものはないな。通ってよい。ありがとうございます。賢治の酒樽以来だな。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの新たな橋補修してるな。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。止めもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、
だけど今は我慢しなきゃな。ジンドの毒がいろんなところで使われて、ああこんなこと予想してなかっただろうに。個人的には毒だけはあんまり、混乱針はまだいいけど使いたくないかな。これで2を届けて、2をチェックはしないんだな。そこが四角。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。えいえい、おーってやってる。結構スムーズにいけるぞ。お、ここまで来れちゃった。これこっから入ってくださいと言わんばかりの場所だ。あの、なんていうの、足場。クロードのこと悪く言ってるな。入れた。おじゅえ、また見つかった武士がいたんだな。おじゅえ、むずい。取られてはならん。ここにいるんだな、一人。おじゅえが戻ってきた。お前と激を飛ばしたかった。ジン恨むぞ。恨まないでよ、おじゅえ。ここにいるんだがな。上か。猛虎は対馬で食い止めねば。将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬから。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た。クロードは島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせよ。承知いたしました。まったく許す気配はないな。両国の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境。いえ、クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通り。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。将軍様はクロードを撃てと言ってるのか。猛虎よりも優先させて。ここで祈っているな。皮をもらっていくよ。寝てるんだが。いや待て、これ寝てるわけじゃなさそうだ。亡くなってるのか。あ、ごめん、さらに上に行くのか。ん？いや、無理でしょ。いや、今こそ鈴を使うんだ。いや、お主が来てもらっちゃ困るんだが。爆竹を使うしかないのか。誰かいる！隠れろ！隠れろ！気をつけろ！遠くには行ってないはずだ。ごめん。次の矢で見どころを突き止めてやる。鉄砲を使ったみたい。
うん。気配はない。畜生、どこかに隠れてやがる。これだ。これを使いたかったんだ。今だ。これ以上登る。よし、これだ。お目に留まりそうなところに。ここが志村殿のなんだっけ、事務をするところか。すぐ見てくれた。社会だ。出会え。おじ上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来ればその時こそ猛虎を撃ち船を沈める時、何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。悲しいな。毒を使われたのは確かだが、悲しいの。いずれにありや、神殿はここまで来たか。では、お、何何、なんてかっこいいミッションだ。この青き空よ、永遠に。大風が近づいている。ハーンを撃つための最後の備えをしなければ我らが生き延びるかも、生き延びられるかも。最後の備えをしなければ我らが生き延びられるかも。おじ上が助立に来てくださるかもわからぬが、もはや後戻りはできない。他の仲間とジョーカー口にいるはずだ。戦の前に声をかけておくか。よし、いよいよ決戦の時のようだ。大風、嵐。左手に元の兵がいるが、今構っている場合ではない。大元を立たないと。行きましょう。目の前にいたわ。